パパ。ん？眠れないからなんか絵本読んで。ああ、いいよ。今日は真っ透明な世界の話を聞かせてあげるよ。やったいらっしゃいませ。ケロコってお名前なんですか？1ヶ月だけ。なんとかこの子をここで働かせてあげることにします。何勝手に雇ってんだよ。バイクで走り出したくなるみたいな。レアチーズケーキ一つ。ノルウェーサーモンとホタテ貝柱のムースのキャベツ漬けをしたまえに人ですね。どうしよう、住所とかわかんないよ。はじめまして。拙者たちは私の夢は